車庫調ではなくてダウンスプリングを入れたんですね。でダウンスプリングはハルスプリングさんっていうところのダウンサスなんですけども、まあ約30ミリぐらい下がっています。でまあなんで、ダウンサスを入れたかというと、やはりノーマルがもちろんものすごく、時間をかけられてテストを重ねた上で、作られたという、その内部のことも、知っているので、やはりその車庫調とかをすぐ試すというよりは、この純正のサスペンションをうまく活かしながら乗り心地をしっかりパンプをしたままに車高として、少し走れるような状態に持っていきたいなという思いもありまして、ダウンサスを選んだわけなんですけども、まあ僕86も BRZ も乗ってて、実際に BRZ はどちらかというと乗り味がしなやかな感じがものすごくあって、まあ、86の方が、まあ、俊敏性だったりこう動きとしてはものすごく機敏に動くような印象があった中で、このダウンサスを入れてからですね、ハンドリングの感じとか BRZ の良さを残しつつ、ちょっとこう俊敏に動くようになったんですよね、バネを変えたことで。なのでちょっとこういったセッティングというか、方向性もありなのかなとちょっと今思ってずっと乗ってるところなんですけど、乗り心地もしなやかさの中にこうしっかり感が出たような感じがするんで、これはこれで一つの方向性としてはありなのかなと今思ってます。でも 2.4 になってやっぱ加速も以前のものに比べると楽になりましたし、やっぱ全体的に一つレベルが上がりましたよね。BRZ に限らず86もそうですし、まあ、カスタムとかしてる方々と一緒にちょっとドライブとかして86BRZ を語ろうの会を、まあ、今度ちょっと開きたいなと思ってます。まあ、皆さんと一緒にカーライフを楽しんでいきたいと思いますので、ぜひ機会がありましたらオフ会やりましょう。それではまた新しいカスタムアップデートしましたらまた更新したいというふうに思います。それではさよなら。